スティーブン・ドバート・ブラスは、アメリカ合衆国、コネチカット州、キャナーン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。現役時代は、パイレーツのエースとして活躍したが、晩年は、イップスに悩まされた。1960年に、アマチュア FA で、ピッツバーグパイレーツに入団。1964年にメジャーデビューを果たし、同年は先発。 中継ぎの双方で24試合に登板した。1965年はメジャー昇格を果たせず参加マイナーチームでプレーしていたが、翌1966年にメジャー再昇格。同年からは主に先発ローテーションの一角を担うようになる。1968年からは5年続けて2桁勝利を挙げ、1968年には18勝6敗で、 最多勝率のタイトルを獲得し、1971年はリーグ最多の5完封を記録した。翌年の1972年は先発として自己最多の19勝を挙げ、同年のオールスターゲームにも選出されたほか、ナショナルリーグのサイヤング賞候補にも選ばれた。パイレーツ一筋のフランチャイズプレイヤーであり、開幕当時も3度務め、パイレーツが、 世界一に輝いた1971年のワールドシリーズにおいても2度先発して2試合とも1、失点関東勝利を収め、ワールドシリーズの MVP 候補にもなるなど、名実ともにパイレーツのエースであった。しかし、1973年になるとブラスは突然の請球難に見舞われる。同年は1年間メジャーに帯同したものの23試合に登板して3勝9敗。 防御率9.85と大不振に陥り、特に88.2回を投げて96よし死球と、極度の請求難に陥った。1974年になると、請求難はより悪化し、メジャーでは1試合にロングリリーフで登板したのみで5回を投げて、よし97、シーズンのほとんどを過ごした、参加トリプル A 級チャールストンでは17試合に、先発するも2勝8敗で、 防御率11.51、61イニングを投げて119、ヨシシ級という散々な成績に終わり、同年に現役を引退した。引退後、ブラスの現役時の苦難は、スポーツライターだったロジャー・エンジェルによって、エッセイとして記録され、雑誌ザ・ニューヨーカーに掲載された。その後、同様の症状に見舞われた投手が、ブラスの名前から、 スティーブ・ブラス病という名称で呼ばれるようになった。後に、イップスと呼ばれる症状である。ブラス自身のイップスの原因については、様々な推測がなされ、一説としては、チームメイトであったロベルト・クレメンテが1972年の年末に上記した、ニカラグア行きのチャーター機が墜落する、航空事故に巻き込まれ、墜落死したことによる悲しみが原因ではないか、ともされたが、 これは後に CBS のインタビューによって否定されている。ヨシ Q84 は前年と同じ値だったが、前年はこの2倍以上に当たる249.2回を投げていた。パイレーツスティーブ・ブラスディスカス・ヒズブック・キカ TV2019 年7月23日。ありがとうございます。